ですね。ああ。男の硬さはすごいですね。入ってってないですからね、痛いですよね。なんか笑っちゃうんですけど、いつもなんかやめですよね、これ。いや、笑ってんの。全然じゃないです。大丈夫ですかね。じゃないですか。結構セラピストってそういうとこあります。ありますよね。そうそうそう、まあある共感、共感、共感でね、そう、あめちゃめちゃ痛いっす。うんですよね。なんか首、まあ、首もそうなんですけど、小胸筋とか、はい、ほぐさないと肩こりなかなか取れないんですよね。はい、なんか この溝に老廃物が溜まってるので、こうなんかえぐり込む感じで、ざーえぐられてるって。なかなか、なかなかないですね。なかなか、いってー、トークセンすげえな。あ、確かにトークセンだったらね、女性のこの辺ぐらいだったらね、できるんですよ、男性でも叩けますもんね。そうなんですよ、無手でいっちゃうと警戒されますけど、ね、まあこう棒が当たってるだけなので。確かに確かに、これはさすがにできないけど、でも効く、効く。ああ、痛い、うわっ。こんな電子貼るんですかね。もうあんまりダンスされてないんですよね。してないですね。何なんですかね、じゃあ。呪われてるから。なんかダンスが関係してるんだろうなって私は思ってたんですけど。なんですか、ね。ダンスやめても同じように貼ってるっていう。なんですかね。謎の現象起こってますね。だからあんまり変わってなかったっていう。
ダンス悪くなかったんですね。ダンス悪くないですね。やっぱ呪いのアイテム。ディゲ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 ディってなってるから。なんだろうな。なんだろうな。なんかね、ダンスじゃなかったっぽいってことが不思議ですよね。あれですか、柔軟とかそういう体動かしやすいようには気をつけられてるんですか。ああ、そうですね、まあ、ぼちぼち、そうですね、特にダンスやめてから、やっぱちょっと自分からいろいろやっていかないと、硬くなっちゃいますもんね。そうそうそう、もうあっという間に筋力落ちちゃう。もともと細いですから余計細くなっちゃいます。多分動かすことで維持してたものですもんね。そうです。にもやっぱやらないとあっという間にね、なんか老化しちゃうというか落ちてね、強くないですよね。ダンスやめてもね、この腰の痛いのが全然治んない。そうなんですよね。だからダンスをやめたことでメリットってあんまなくて、ダンスはあんま悪くなかったっていう。かなりメリットはまだ。なんかね、なんか結構ねダンスをやってるからちょっとこう怪我しやすいとか、なんか疲れやすいがあるのかなと思いきや、ダンスは悪くなかったっていう。やりたいですね。おー、うー、なんかすごくこう痛みやすい体ですよね。なんかこう痩せてらっしゃるからですかね。今までなんか酸化しちゃってるんですかね。体が酸化しちゃってるんですかね。H2 がついてる。O2 がついてる。ポリフェノールがいるんじゃないですか。じゃあ抗酸化作用が必要だってことで、やっぱりさっきのブドウじゃないですか。そうですね、ワイン飲んだ方がいいかもしれない。あ、チョコもそうですね。痛い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 痛とも言えますよね。それだけ痛いっていうことは。痛い。あ、でもなんか少しも楽だと思う。